皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。今日はレッスン16ということで、整理収納レッスンの方していきたいと思うんですが、今日はですね急遽この動画を撮っております。というのもちょっと一通ね、お問い合わせメールの方にご相談事が届きまして、今ここでちょっとこのご回答するっていうことを控えさせていただいているので、皆さんにシェアする形で、お悩みのお力になれればなというふうに思っております。で、その内容というのがこの整理収納レッスンになんだかぴったりというか、この整理収納レッスンで皆さんに知っていただきたいことでもあったので、今回レッスンの一環として、お悩みに答えていくといいますか、お悩みのこう背中を押せたらなと思って動画を撮っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、早速いただいたメールの方、全部読み上げるっていうことはしないんですが、どういうことでお悩みかっていうのをちょっとピックアップしつつ皆さんにシェアしていきたいと思います。まず、メールをくださった方は小さい頃から整理整頓が苦手ということ、そして、何度か部屋を片付けたりもしているけれど、その度に物が多すぎて、まあいろいろ手放すことはしているんだけど、またリバウンドしてしまうと。そしてここにねメールで書かれていますが、まあ、こんな私ではもう片付けなんてできないのかなと諦めていた時に、私の著書気がつけばずっと無印良品でしたという本に出会ってくださったということで、出会っていただきありがとうございます。とても嬉しいです。でちょっとね、これ講座とかブログとかでもすごくお伝えしていることなんですが、こんな私ではもう片付けなんてできないのかなっていうのは全然もう思わなくて大丈夫だと思います。多くの方がこういうふうにね、自分のことを責めてしまったりだとか、自分自身が片付けできないっていうことをすごく深く悩んでいたりだとか、そういう方非常に多いと思うんですね。で私もそういう方にたくさん出会ってきましたし、ただそれは何度もお伝えしているように、片付けってやり方って習ったことないですよね、多分ちゃんと。私自身も整理収納アドバイザー2級認定講座という講座を受講するまでは、両親からもちゃんとした片付けなんて教えてもらったことがないですし、私自身もどこかでそういうことを学ぶっていう機会は全くなかったので、本当にできなくて当然だと思って大丈夫です。だってちゃんと習わなければ、自分のどこが悪いかもわからないですし、何をどうこう改善していいかもわからないですし、できなくて全然当然だと思ってください。よく講座でもお話をさせていただくんですが、小学生の時に縄跳びって始まったりするじゃないですか、体育で。で、急に二重跳びできる子って本当稀ですよね。でそういう子は何から始めるかっていうと、まあ、先生からまずは一回飛んでみることから始めたりだとか、それができたら次のステップに行くっていう形で、少しずつ二重跳びができるような練習しますよね。片付けも本当に一緒で、まずは基本を学んで自分でやってみて、そこで失敗したらまた何がダメだったのかなって考えてトライしていくっていうことで、だん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 上手になっていくというか、自分自身の整理収納の力もそれで上がっていくと思います。なので諦めたりすることは全くしなくていいと思いますし、何よりもこのレッスンを見ている私の姉と同じ整理収納できないやって自分で思ってる皆さん、それを責めることは全然しなくて大丈夫です。本当にね、そういうふうに思ってしまうのはもったいないと思います。整理収納できないやさんの皆さんは私の姉も含めなんですけど、ただやり方がわからないだけなんですよね。やり方が分かれば絶対に確実にお片付けってできるようになってきますし、そこで、まあ、得意不得意が分かれて上達するのが早い人もいれば、全然ね、亀さんのようにゆっくりゆっくりこうやっていくっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ウサギと亀の話皆さん知ってますよね。最後に勝つのは
どちらでしたっけゆっくりでも大丈夫です。最終的に自分自身に合った片付けを見つけられた人が人生のというか片付けの勝ち組になっていくと思うので、大事なのはそのスピードとかそんなことではないので、ぜひ一緒にね頑張っていきましょう。絶対に大丈夫です。私自身も気がつけばずっと無印良品でしたに書きましたが、あそこに書いてあること、あそこで漫画になっていることって本当に事実で、もう全部本当の話なんですよ。私自身も整理収納アドバイザー2級を受けるまでは自分では片付け得意とか大好きっていう風に思ってたんですけど、全く基本が分からなかったんだなって今振り返っても思うんですよ。だからこそリバウンドしてしまったりだとか、間違った収納用品の選び方をしてしまったりだとか、何度も何度もこう片付ける毎日に追われるっていうことがねこう存在していたわけで、本当に私自身もそうだったので絶対に大丈夫です。あとは本当にどんなことでもそうだと思うんですけど、学ぶっていう意思があったりだとか、あとはやってみようっていうチャレンジ精神を持ってたりだとか、あとは壁にぶち当たった時にまたリバウンドしちゃった時にもう一回チャレンジしてみようっていう、そのね、なんだろうな、勇気というか努力というか、そういうものがあれば片付けは絶対楽しめるようになるので、ぜひね頑張っていきましょうね。一緒に頑張っていきましょうということで、お悩みの方を、じゃあ皆さんにシェアしていきたいと思います。息子さんの学校関係の整理整頓をする必要があると、そして片付けを、実行する予定ということでね、練習する順番としては自分のところから始めなきゃいけないのですがというふうにね、多分 YouTube を見てそれはね分かってくださっていると思うんですが、そこで、私に聞きたいのは、息子さんにヒアリングをしたい、どんな聞き方、聞いた後のメモの仕方、そこからサイズなどを測って収納するまでを紙に書き出したいと思っていますが、どんな風に進めていけばいいかなど教えていただけたら嬉しいということで、メールをいただきました。梶谷先生のお宅の収納など決めるときはどんな風にお子さんたちにヒアリングして、その後はどうやって書き出したりしているのかなと疑問に思ったのでということで、この部分をね今日はシェアしてきたらなという風に思っております。まず息子さんに聞く前に親である私たちがやれることがあります。それをまずはやってみてください。それは何かというと、子供の様子を、子供の1日を通しての行動だったりっていうのをよく観察してみてください。そうするとこの子はどこで勉強をしてるとか、この子はどこで身支度しているとか、本当に細かいことをよく見てみてください。うちの子たちで言うと洋服の収納っていうのは子供部屋でしてるんですが、うちの子たちは自分の部屋で着替えないんですよ着替えないんです。朝起きて、洋服選んだりしますよね。娘に関して言うともう制服になっちゃってるんですけど、小学生の息子は自分の部屋で洋服を、寝てるのが自分の部屋なのでまだ起きますよね。そして、歯磨きしたり顔洗ったりして、洋服を選びますよね。で、自分で洋服を選びます。そしたらそこで着替えればいいものを、うちの息子は、娘も小学生の時そうだったんですけど、その洋服をリビングに持って行って、リビングで着替えるんですよ。で、ここからもう皆さんのご家庭のお子さんとの違いって多分出てくると思うので、収納本通りにやろうとすると絶対うまくいかないってそこなんですよね。まずは自分のお子さんの行動をよく観察してみてください。どこで着替えて、どこで身支度をして、どこで宿題をして、どこで、明日の準備をするのかっていうのをよく、見てみてください。例えば、それをした時になかなかうまくこう自分で身支度できてないとか、自分でコーディネート選ばないとか、いろんな問題が他に出てくると思うんですけど、そこって収納が関わってる場合もあるので、息子さんにその収納場所が、今の現状の収納場所が合っているのかっていうのも合わせて観察をしてみてください。
そこからまずは始めてみてください。で、そうすると、どこで宿題をしているのかイコール、そこに宿題に関わるアイテムだったり、そこに明日の準備ができるランドセル置き場があったり、教科書がの収納場所があったりする方が絶対に片付くはずですし、絶対に自分がそれを行う場所に収納があった方が、子供にとっても楽なはずなんです。確実に楽なはずなので、まずはそこを観察していってみてください。で、例えば、息子さんがこれから小学生に入るとか、いう場合、あとは、今の収納場所がなんか定まっていないっていう場合は、もう息子さんに聞く必要が出てきますよね。その時に聞き方としては、普通の聞き方で全然大丈夫だと思います。やっぱり収納って本人の気持ちに沿って作っていくっていうのが成功する秘訣だったりしますし、あとは子供と一緒に自分も作っていくんだっていう意識の方が絶対にいいと思います。子供にとっても、自分のための収納を作ってくれようとしてるんだっていうのが伝わりますし、何でもかんでもこうお母さんや親が決めてしまったりしていると、お母さんが決めたんだからお母さんが片付ければいいでしょとか、お母さんがそこに決めたんだからお母さんが取ってよっていうことになりかねないので、ぜひ一緒に作り上げていくというね意識を持ってみてください。で、息子さんに聞くときに、どこで宿題したい？まずは希望を聞いてください。どこで宿題するとかではなくて、どこで宿題がしたいのか、どこで身支度をしたいのか、どこで明日の準備をしたいのか、あくまでもあなたの思うようにしていいのよっていうスタンスで聞いてみてください。そうすると子供はすごく正直なので、私自身子供の収納を作った時に娘に言われたのが、帰ってきてランドセルを上に持っていくのはめんどくさいから絶対に1階にランドセルを置きたいっていうのを言われましたし、あとは、帰ってきてから、ランドセルを置くまでの距離が短い方が楽って娘は感じたみたいなんですね。なのでまっすぐに行けるそこの棚がいいとか、もう自分の意思で、娘が当時小学校に上がる前ですよね、とか年長さんの時にはもうそういう意思を持って言ってくれていたので、何かしらの希望は絶対に聞き出せると思います、息子さんから。で、息子さんの希望通りに作ってあげれば絶対息子さんも維持しようとか自分の場所なんだっていう意識が芽生えるので、あくまでもどういう風にしたいっていうのを聞いてみてください。で、その後に明確にしなければいけないのが、お子さんがどこで何をしたいっていうのを聞くと、どこで何をするっていう場所が決まりますよね。場所が決まるっていうことは、その場所でする物事に関わるものがその近くに収納できれば一番楽なはずですし、一番、片付くはずなんです。なのでその場所に作れるのかっていうのは、もうこれはもう子供ではなくて親側のどうしてあげるかにかかってくると思うんですね。で、よくこうリビングには子供のものを置きたくないんですっていうことで、全部を子供部屋、2階の子供部屋に、身支度に関わるもの、ランドセル置き場、あとは教科書だったりっていうのを全部のこう2階にあげてしまう親御さんがいらっしゃいますが、そうするとですね、お子さんがそれで子供部屋にこう毎回毎回行って宿題やって身支度してそれを持って1階に降りてきてくれるとか、それをやってくれる子ならいいんですけど、まあほぼほぼですね、私が今まで伺ったご家庭の小学生とか、まあ私の子供たちも含め、それができる子ってなかなかいないと思います。やっぱりね、学校に行く時にこういるのは1階だったり、やっぱりお母さんの近くで宿題したり身支度したいっていう子が多いので、お子さんがね、親のそばにいたい年ってあるじゃないですか。うちの子っていうと、やっぱり娘は小学6年生までは絶対に宿題は私が見える場所でやっていましたし、自分の部屋で宿題するなんて一度もなかったんですよね。で、未だにですよ。今はもう和室が勉強する場所に娘はなっていて、もう未だに自分の
部屋っていうのはこう趣味の絵を描く時だったり、あとは一人の時間が欲しい時だったりしか行かないので、でもね、私的にはそれはすごい可愛いなって思うんですよ。やっぱりこう嫌でも離れていっちゃうじゃないですか、子供っていつかは独立して家から出ちゃうし、一緒にいれる時間を楽しむっていう気持ちで取り組んでった方がいいと思います。なので子供がここでこうしたいとかああしたいとか、ここで宿題したいっていうのにはできるだけ私は答えてあげたいなっていうふうに思っていて、なのでそうすることが結果的に片付けてくれるにもつながるので、親にとっても楽なんですよね、その方が。なので、まあ、それがしてあげれるのかっていうのはこう親側がね決めていってあげなきゃいけないことだなっていうふうに思います。で、小学生のうちは皆さん多分 ホームセンターとかで見たことがあるカラーボックスってあるじゃないですか。カラーボックスの3段のカラーボックスありますよね。1列で3段のカラーボックスのスペースさえ取れれば、子どもの身支度スペースは絶対に作れるはずなんですよ。カラーボックスの3段のうちの1つにランドセルと、あと月曜日に持っていく手提げ袋は絶対に入りますし、でもう1つの、スペースに教科書ってね、私もねこれはね娘を見てて思ったんですけど、小学生の時の学用品の教科書ノートはそのマスには絶対入っちゃうんですよ。入る、もうこれはね今まで見てきたお子さんたちもそうでした。その1学年分のその学年分の教科書やノート、あとはテストが返ってきた時にファイルを入れたとしても、その一つの枠に絶対に確実に入ります。なのでそれで2段使いますよね。でもう一つの枠には例えば給食セットだったり、あとはハンカチだったりマスクだったりっていうのをうまく収納すれば3段で絶対に収まっちゃうんですね。なのでそのスペースさえ取れるようであれば、そのお子さんがここでこうしたい、身支度したい、宿題したいっていう場所に収納は絶対に作れるはずなんです。なのでね、そんなにすごい壮大なスペースを子供にかけるっていうことではないので、それができるのかっていうのはね、ご自宅の間取りと相談しながらちょっとね考えてみてください。でその後にその後にというか同時進行でまずはまとめますね。ちょっといろいろ喋りすぎちゃってるんで、まずはどこであなたは何をしたい、どこで何をするを、見てください。見てみることで、そうすると見ていると、あ、ここでこの子はこうしたいんだなっていうのがちょっとぼやっと浮かんでくると思います。その後に息子さんにどこで何をしたい、どこで身支度したい、どこで明日の準備をしたい、どこで宿題をしたいっていうのを聞いてみてください。そうすると場所が決まります。その後に決めていくのが収納方法だったり、収納アイテムだったりっていうことになるんですが、収納アイテムを考える前にやらなきゃいけないことがありますよね。それは何が必要なのかをメモしていってみてください。で、お母さんが分かることをまずはバーッとこう書いてみるといいと思います。ここで今学用品が必要、宿題をするから宿題に関わるものが必要ってなると、なんとなく何が必要か分かりますよね。で、それを書いた上ゼロからヒアリングをするのではなくて、土台をお母さんが書いた上それを見せながら、ここで何か抜けてるものあるとか、この他にこの場所で必要なものある、ここにあると楽なものあるっていう風に聞いてみてください。そうするとやっぱりね、子供にしかわからない何かがあったりだとか、お母さんこれもここで必要だよっていうのが出てきたりだとかするんですよね。なのでそれを書きますよね。そうするとどれぐらいの量なのかっていうのが明確になりますよね。量がわからないと収納用品って絶対買えないので、買えたりしないので、まずは量を把握します。そしてどんなものなのかを把握します。でその後に、じゃあそれが入る収納用品を買おうではなくて、その前にこれね、整理収納のレッスンでも多分言って、どこかで言ってると思うんですけど、その子に合った収納方法にしないと維持できないんですよ。リバウンドするんですよ。散らかるんですよ。なので
その子にとって維持できる収納方法って何なのかなを一緒に考えてみてください。これはね、どのレッスンかで言ったんですけど、収納の話の時に言ったんですけど、例えば教科書、この場所では明日の準備をするし宿題もするから教科書が必要だってなるとするしますよね。そうすると教科書の量ってどれぐらいなのかなっていうのが目で見てわかりますよね。で、じゃあその教科書がどういう状態だったら出し入れがしやすいのか、息子さんにとって出し入れがしやすいのかを聞いてから収納用品を買ってください。そうじゃないと失敗します。私はそれで失敗しています。気がつけばずっと無印良品でしたにも書いているし、確か書いているし、ブログとかいろんな著書でもそれは書いていることなんですけど、私は当時娘が小学校に上がるときに、今この後ろにある無印良品のファイルボックスですね、これに教科書を入れてあげてたんですよ。全然入っちゃう量だったから。で、これね、もう本当に今思うとなんでそうしたんだろうと思うんですけど、多分その時はやっぱり整理収納を学んで、美しい収納って素敵って思ってた部分があったからだと思うんですけど、娘の教科書をファイルボックスに入れてこういう向きで棚に入れてたんですよね。そしたらもう娘にすぐに嫌って言われました。何が嫌かというと、こっちから見た時に何の教科書かわからない、わざわざファイルボックスを引かないと中のものが取れない、だから絶対嫌って変えて、お母さんこんなめんどくさい収納にしないでっていう風に言われてしまったので、そういうことがあるとそのファイルボックスって無駄になっちゃうじゃないですか。ありがたいことにいろんなところでね使い回せるものだったからいいですけど、そういうことで無駄遣いをしてほしくないので、どういう風になってたら、教科書がどういう状態だったら出し入れしやすい、どうなってたらいいっていうのを聞いてみてください。まあ、あくまでもあなたの収納を作るから、あなたの好きなようにしていいんだからねっていうスタンスで私はいつも聞きます。そしたら娘は、これが教科書だとしますよね、これをさっと出し入れできる、ようにしたいっていうのと、娘から言われたのが、教科書がこうバタバタ倒れちゃうのはすごいストレスなんですで嫌なんですって、それだと取りづらいからっていうことで、無印良品の3つに分かれた仕切りのありますよね、アクリルの3つに分かれた仕切り、それに、教科書はここ、ノートはここ、プリント類はここみたいな感じで分けれるような収納にしました。そしたらすごく娘は維持してくれましたし、息子も未だにその収納で維持してくれています。なのでそんな感じです、そんな感じですっていうか、伝わったかな。なんかちょっと急遽バーッと話してるので分かりづらかったらすみません。まずは場所を明確にします。その後に量を明確にします。でその時に必ず、お子さんも一緒に、土台は親が、まずは用意してあげておいて、そこの確認作業っていうのは必ず、していきますよね、子供にしていく。そして一緒に作り上げていくというスタンスで聞いてあげる。で、まあ、量を明確にしたら、次はそれがどんな状態だったら出し入れがしやすいのかなっていうのを、一緒に考える。そしたらその状態にできる収納用品を一緒に選ぶっていうのが本当は理想です。ただ、一緒に選ぶ時間ないなっていうことだったら、なるべく今ネットでいろいろ収納用品って調べられるので、私はよくやってたんですけど、一緒にカタログを見たりだとか、一緒にこういうのがあるけどどっちがいいっていう風に、こっちとこっちどっちがいいっていう風に見せて選ばせてあげたりだとかっていうのは私していました。なのでそんな風にしていくと、だんだんその子に合った収納の形っていうのが見えてくるので、そんな感じで私はやっていきました。やっぱりどこで何をするっていうのも書きましたし、どこで何が必要になるかっていうのも書きましたし、でそれがどういう状態だったらいいっていうのは聞いて、その後にその状態にできる収納用品を書き出したりもしましたし、私は本当にいろいろ書きながら進めてきました。あとは娘と一緒にこう間取りを
書いてここで何したいとか娘に書いてもらったりだとかっていうこともしましたし、未だにその書いてもらったのは残ってますけどっていう風に本当に一緒に作り上げる感じでやってきました。なのでそんな風にやっていくとだん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 形が見えてくるのかなっていう風には思います。でこれだけは皆さんにお伝えしたんですけど、その時に子供と一緒に決めて収納出来上がったになるじゃないですか。一応こうヒアリングをして書いてみて一緒に選んで一緒に決めて収納できたになっても、それが維持できないっていうことが絶対出てくると思うんですよ。でもそれは別に失敗したっていう受け止め方ではなくて、あ、こっちの方がいいんだっていう改善の余地があると思ってください。私はもうそれで今まで来てます。維持できなくなったらもう一回見直すし、やっぱり子供の性格もだん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 こうなんつうのかな、変わるっていうよりはなんていうのかな、変わるって言い方おかしいんだよな、だんだん本質が見えてくるというか、娘に関しては本当にどん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 こう私と同じズボラな道に来てるので、どん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 楽な収納になっていくっていう感じなんですよね。なのでその時々でその子に合った収納って変化するし、それは本当にもう繰り返し試してみて、その都度その都度その子に合った収納にしてあげるっていうのがいいのかなっていうふうに思います。なので私ブログにも昔書きましたけど、やっぱり子供たちですよね。一番大変なクライアントさんは私は子供たちだと思っていて、でも一番やりがいがあるのも子供たちの収納だし、やってて楽しいですね。なんかこう、あ、これはいいけどこっちはダメだったんだとか、じゃあこういう風に一緒にしてみようとかって、ね、一緒に作るのも楽しいし、いろんな発見もありますし、そういう風にしてるうちにご自身の整理収納の力もねどんどん上がっていくと思います。あとはヒアリングのコツとかもつかめてくると思います。やっぱりねその子その子で響く言葉って違かったりするので、私の子供たちにはこういう聞き方が響いているけど、じゃあおよその子はどうなのって言ったらそれが響かなかったりもするんですよ。なので、自分のお子さんのことはね、自分親である皆さんが一番よく分かっていることだと思うので、あ、この子はこういう言い方をしたら答えてくれるかも、この子はこういう言い方するとそっぽ向いちゃうかもって多分ぼやっと分かってると思うのでね、それをこう取り入れながら聞いてみるといいのかなっていう気はします。ということでちょっと参考になったか分かんないですけど、ちょっとまとめた感じじゃないので参考になったか分かりませんが、ぜひそんな風に進めていってみてください。抜けてましたけど、計測はそのどこでどんな状態になってたらいいかを聞いた後に計測をするでいいと思います。そうじゃないとね、ちょっと間違った収納用品選びの順番になっちゃうので、そんな感じでいいのかなっていうふうに思います。ということでこれでカバーできたかな。なんかあれですね、子供のための収納作りセミナーとか興味ありますか？そういうのがあったらいいのかな。まあ今日話したようなことですけど、例えばそのお子さんへのヒアリングの順番だとか、ヒアリングで聞くこととかのこう叩き台みたいの、私がシートで作ってそれを元にしたセミナーとかあったら興味あります？お子さんの収納で悩んでる方多いのかな、どうなんだろうか。もし需要があればなんかそういうセミナーもやってでもいいのかもしれませんね。なんかほら整理収納できないやさん向けのセミナーは私やりたいっていう風に思ってはいるんですけど、ちょっとなかなか今実家にばっか行ってるのでね、なかなか現実味を帯びてない感じなんですけど、ただまあ やれる時間は今後作りたいとは思ってるんですけど、そういうなんだろうな、テーマで割った方がいいんですかね、その子供の収納を作る会、自分のキッチンを
整理収納する会みたいな方がいいのかなもしなんかあればあのコメント欄で教えてくださいあのちょっとね私も瞑想してるので、どういう形が皆さんに一番こう皆さんの役に立てるのかっていうのがちょっと分かってないので、もし何かあればあのコメントください、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。うわなんか言葉がおかしい。本日もご視聴いただきありがとうございました。もし、こういう話を続けてほしいと思う方は、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。なんか久しぶりに言ったなこれ、ということで今日のレッスンは終わりたいと思います。また何かね、皆さんにシェアできそうな悩み事が届いた時にはこういう形で、整理収納レッスンの一環として、動画を出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとねもう世間話になって、世間話というか最近の私のことの話になっちゃうんですけど、最近ちょっとあのもうすぐいよいよトートバッグがね販売開始になるので、そのことでちょっと今ちょっとここのとこ忙しくしてたんですよ。ちょっといろんなチェックをしたりだとか、あのホームページ用の何かいろいろなことを決めなきゃいけなくて、そのことでちょっとパタパタしてたりだとか、あとはこうね、実家の父が一人になってしまったので、姉たちがアメリカに帰って一人になっちゃったので、まあ、しょっちゅう毎日で電話をして、行ける時は実家に行って仕事をして実家の片付けをしてみたいな感じだったりするので、ちょっとバタバタしてたりしたんですよね。まあ、そのうちトートバッグの詳細も、やっとお伝えできる段階まで来たので、価格はいくらになったとか、お申し込み開始日ももう決まったので、まあ、それは別の動画で出したいと思います。ということで、今日は終わりたいと思います。何か言い忘れて、あ、そうだ、皆さん、今週末、トヨタホーム様と今進めている、家事という収納プロジェクトの一環で、お家で受けれる、お家でセミナーというね、セミナーを開催します。2月12日の土曜日です。で、今回のテーマが、片付くお家を作るにはどうしたらいいかっていうテーマなので、今後お家作りを考えている方にはぜひ見ていただきたいですし、収納の見直しをしようと思っている方にとっても、多分すごくためになる、セミナーにはなってると思います。で、今回私自身がそのトヨタホームさんと関わったセミナーの講師を担当するっていうのがもしかしたら最後になるかもしれないので、本当に多くの方に見ていただきたいなっていう気持ちがあるので、ぜひですね、お時間ある方は午前と午後同じ内容のものが放送されるので、ぜひね、お申し込みをして見ていただきたいなっていう気持ちがあります。あとはこれはもうトヨタホームさんとは全然別で、私が勝手になんですけど、勝手にその家事豊収納プロジェクトを今まで見守ってくださった皆さん、応援してくださった皆さんに対してちょっとプレゼント企画をしたいなっていうふうに思っていて、そのプレゼント企画は多分、トヨタホームさんのお家でセミナーを見た方しか多分参加できない内容になっちゃうと思うんですよ。なぜかというと、そのトヨタホームさんとのお家でセミナーでは必ず、プレゼントキーワードっていうのを言うんですよね、毎回。で、そのプレゼントキーワードを言うと、トヨタホームさんの方から500円分のマックカードがプレゼントされるっていう企画がいつも入り込んでるんですけど、それとは別で、全く別で、今回はそのキーワードをお答えしてくれる方のみが参加できる、私の方のプレゼント企画も考えているので、ぜひね、もし、お時間があれば、ご視聴いただきたいなというふうに思っております。詳細は、トヨタホームさんのホームページで、もうお申し込み開始されているので、ぜひ興味がある方は見てみてください。多分私の今回のプレゼント企画
勝手に私がやるプレゼント企画では、幻のもうすぐね新しいトートバッグが販売されますが、前のトートバッグですね、未だに私の手元に、いい状態であるものをプレゼントさせていただきたいなというふうに思っておりますので、もしね、その梶ヶ谷さんのプレゼント企画参加したいっていう方はぜひ、お家でセミナーの方見ていただけたらなというふうに思います。梶と一緒のプロジェクトを応援してくださってる皆さんに対しての今回はプレゼント企画というふうに私の中で思っているので、ぜひね ご参加いただけたらなというふうに思っております。ということで、いろいろ長くなってしまいましたが、本日も動画を見ていただきありがとうございました。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。